これは藤沢バイパスです。新湘南バイパスですけども、こいつを帰りに乗りたくないんですね。ちょっとこちら側ではわからないですが、反対側車線がああいう状態で、チャリの走れるところがないんですね。歩道がほとんどない格好なので、そういう理由でここをなんとか回避したいというふうに考えてます。夜だですから結構ここが怖いというわけでして、なんとか江ノ島、腰越から、戸塚に抜けるルートで回避していきたいというふうに思っています。今藤沢です。もうこれを出ると茅ヶ崎の松並木に行きます。